続いてこの政治資金の透明性について、連座制の導入を含む罰則の強化、これも焦点になるとされています。この連座制というのは、何か会計責任者に罪が犯されたら同じく議員もその責任を取るという、連帯責任のものなんですけれども、今日の国会答弁でその導入の検討を岸田総理は表明したわけなんですが、御厨さん、この連座制導入についてはどのようにお考えですか？検討をね、表明されたそうですから、大いに検討していただきたいとは思うんですけどね、はい、これ、なかなか難しいよね。やっぱりその立件するかどうかという問題と、おそらく検察だったら、今回だって立件できなかったわけですからね、だからそこのところを、要するに、もうとにかく秘書が何かやったら、それ全部政治家の責任になるんですよっていうのはね、確かにそうやった方が透明性は増すけども、でもね、それだとね、これなかなかね、今度また動きにくいって話にもなるし、ね、だからそこのところをどうするのかって、連座制をね、強化するっていう点では、僕は賛成なんだけど、完全に連座制にしても、とにかく秘書がやったことも、誰がやったことも、みんな全部、とにかく、議員さんの責任ねして、じゃあ議員さんにどういう罰則をね与えるんだろうかっていう話になるわけですよ。でそのために議員が辞めてたらね、とてもじゃないけど足りなくなっちゃうしね、だからその辺の塩梅をどういうふうに出してくるのか、そこはねやっぱり今回の見どころであって、だから岸田さんがね、その言ってるとにかく強化をするって言ってるんだから、そのね中を静かに待つということですよ。河野さんは連座制についてはどういうふうにお感じになってるんですか。これありですかなしですか。今の状況でですね、連座制を導入すべきかどうかということを、その世論調査をしたら、圧倒的に連座制導入というと思いますよ。なぜかというとね、なぜかというと今連座してないのがおかしいと思ってるからなんですよ。つまり現実に秘書がやられて政治家やられないこの状況を見てね、おかしいよとみんな思ってると思いますよ。だからそれはね、岸田さんだってちょっとそう思ってるんじゃないかと僕は思うんですよね。だからね、だから連座制を検討しますというわけです。その検討しますって御厨さんおっしゃる通りでね、検討しますっていうのは一番何がいいかというとね、今までのはよくてこれからダメよって言ってるんですよ。だけど世論はね、今の方がおかしいって言ってるわけですよ。今は。だけど岸田さんは、これからやります、これから検討しますと言って、今のについては触れない、逆に今のはいいんだと暗に言ってるわけですよ。そこがね、ちょっとおかしいよね。そうすると、じゃあもし本気で今の状況についても問題があるというふうに感じているんだったら、例えばちょっと法律的には非常に難しいんだったら、例えば訴求適用を可能にするみたいなね、そういうことを言ってみるとか、そうでなければ政治責任というものを明確にすると言って、きちっとこれは政治責任があるんじゃないかという。た方がいいでしょうね。きっと。なるほどね。御厨さんいかがですか。それで大賛成。やっぱり今やる検討しているって岸田さんっていうのはなんて言ったの、現状の損切りみたいなね、現状これからできた後はダメだけど今までの分はなしねっていうふうに聞こえますか。聞こえますよ。だってそれ無理でしょう。今までの分やるっていうのはね。だからただそれでもね、一歩進めるんだったら彼の意見を聞いてみたいと、そう思います。なるほど。そういう形でいうと自民党のその刷新本部中間取りまとめにおいてこういう文言がこれ出て入ってるんですけれども、会計責任者が逮捕・起訴等の事態になった場合、議員も事案の内容に応じて処分できる党則改正を行うというところまでは中間取りまとめに書かれています。これは 100% 自動的に連座してドンとアウトということではなくて、事案の内容に応じて処分できる党則改正を行う。このなんかグレーゾーンというか、中間点をやっている中で、これをベースに岸田さん検討士になっているわけだと思うんですけれども、いかがですか、この言いぶりどう評価されますか。これ、いやもういわく言い難いというか見事な文章だと思います。なるほど。これね、どっちになってもいい。つまり事案というのをね、多分これね、例示するかどうかの問題も出てくるので、それに入るか入らないかね。だからこれ事案というのを大きく取ればおよそみんなひっくくるって話になるし、そうじゃなくてやっぱりね、その細かく検討してとか言い出すとね、やっぱり入らないよねと、点数主義にするとね、5点までだったらあれだけど、やっぱりどう考えても4点ですみたいになって、それでパスってことになる可能性だってあるわけですから、だからこのね、見事、こういう今日の処理の仕方は、なるほど、いいところに落としてる感じがするわけですね。一番のポイントは、ここだけ急に等速が出てきたんですよ。そう、等速解説だった。だって法律の話してんじゃないんですかこれ。なるほど、なるほど、なるほど。そこはあれですか。じゃあその自民党としての本気度がこういうところにこうなんかこう出ていない。僕には理解できません。ああ。一方じゃここまででもこういうふうに言いながらもこうなんて言ったんですか、等速改正をどの程度するか。ないしは、まあ、法律改正のところまでいかないところっていうのは世論を見ながら出し入れしようとしているように見える僕には見えます。その世論の今後の動向も見ながら、まあ、検察の捜査一応これで終わったという前提に立った場合にですよ、あとは世論の動きとか検察審査会の動きとか検察審査会と連動した世論の動きなんかを見ながらいろいろ出し入れする余地を残しているように見えるんですけれども、やっぱり自民党ってそういう知恵が。知恵かどうか分かりませんけど、今までのご発言を聞いているとですね、今その司法がいろいろやってますから言えませんと言って、でつまりあれはバレたら言うけどバレなきゃ言わないって言ってるんですよね。だからバレた部分だけはまあ言うけどバレてない部分は言わない。それはやっぱりあれですか、その河野さん、党の危機管理的な感じから言うとね、こう後出し小出しってよく岸田政権に対して僕ら言うこともあるんですけれども、こうバレたらやるけれどもバレなければ言わないみたいなところっていうのはでも有権者見えますよね。見えると思いますね。そこの部分におけるだからイライラしてるんですよみんな。ここから自民党の派閥今後どうなっていくのか伺っていくんですが、1988年リクルート事件があった年です、この時に自民党は翌年に国民の政治不信が極度に高まったことを受けて政治改革大綱をまとめました、その中には派閥解消を決意、このような文言が盛り込まれました、そして93年に自民党を下野した翌年94年自民党の改革本部が派閥解消を答申し、各派が事務所閉鎖、一旦派閥を解消するに至ったんですが、現在ご覧の通り政策集団としていわゆる派閥が復活しているわけなんですが、この河野さん、当時のこの1989年派閥解消を決意したこの時の様子と現在の派閥を解消しようとする動き、この取り組みの仕方というのに何か違いはありますか？派閥解消っていうのはね、難しい話なんですよね。つまり御厨先生がご専門だけど、これはかつて三木武夫先生の三木答申の頃からですね、池田大学のね、その頃から派閥問題っていうのはずっと議論が続いているわけです。で何回も派閥解消論っていうのが出てきて、つまり派閥で総裁選を戦って当選すると必ずその新総裁は派閥を解消しろって言うんですよ。だって自分がなっちゃったんだから後の派閥はみんなやめろって言うわけですよ。とね、やっぱり解消しろって言われたらね、負けて総裁になれなかった方の派閥はこれでお前解消したらあいつの独裁になっちゃうじゃないかと、派閥は大事なんだと、彼の独裁を止めるためにも俺たちは必要だっていうわけですよ。それで派閥なんていうか必要論というか、派閥があってもいいじゃないかっていう話になるわけです。そしてしばらく経つとまた派閥解消論というのが出てきて、つまり次の人が総裁になるとまた幹部派閥解消って言うんですよ。でどんどんそうやって何回も派閥解消を言っているけれども、なかなか派閥解消ができないできたんです。できないできたのには理由があって、今申し上げたように時のリーダーが危ないなと思ったらやっぱり派閥の連中はこいつにやらせたら危ないぞっていう気分になりかねないところはあるんですよ。で僕はね、ちょうどあの頃僕はずっと関係してたんですけれども、その頃ね、なんて言ったらいいかわからないけど、つまり政治家を取り巻く雰囲気なんかよくわからないけど大きな流れみたいなもの、うねりみたいなものがあってですね、その政治にスピード感っていうのは大事だと、それから政治には決定ってことが重要、つまり、官邸にその権力を集中する必要がある。だから官邸に権力を集中してスピード感を持って問題解決に当たれと。で今の日本の政治に足りないのはスピード感と権力の集中が足らないんだと言うんですよ。僕はそれはね反対だったんです。それは確かにスピード感があった方がいいかもわからんけども、それは危ないよとスピードを出しすぎたら。でやっぱり日本的なやり方っていうのはみんなで相談して合意を探してそして作るんだから時間かかるんですよと。で時間かかってもそれはその方が危なくなくていいんですよと。だから官邸に権力集中なんて言ったら、それは官邸の住人がそのいい人ならいいけども、どんな人が官邸に座るかわからないのに、ただただ官邸に権力集中だ官邸に権力集中だって、そんなことはねそう簡単に賛成できないよと僕らは思ってましたよ。だけどその大きなうねりが、小選挙区制の導入にもつながったし、それはつまり小選挙区を導入して、その権力を集中してスピードアップするんだっていう、その流れなんですから、一連のでそういうものがあるもんだからね、派閥ってものが、派閥の解消っていう主張が浮かんだり沈んだり浮かんだり沈んだりしてきたように思うんです。でそれともう一つはやっぱり何と言ってもやっぱり人間だから。こう群れるんですよね。群れるんです。だから三人か五人が集まってじゃあ昼飯食おうや何しようや毎週集まることにしようやなんて言ってだんだんこうなりますよね。コンソメがポタージュみたいになってだんだん固まってきてそれがまあグループにこうなると。で結局そのグループが政治資金団体の届け出をすることによって金集めが始まるわけですよ。でそれが今のその派閥の政治資金という問題になってきたんですね。だからこれはねやっぱりやめるならきちっとやめたらいいと思いますね。派閥自体がこう問題なのか、その派閥が政治団体としてお金を集めることが問題なのか、そこが一番問題だと思う。問題はただ派閥もねどうもやっぱり今は徒党を組んでいろいろこう押して回るから、それはやっぱりちょっといけませんよね。だからまあ政策集団ならいいけどもなんとかだってこれもねだけどね政策集団ってねそんなきれいな政策集団ばかりじゃない。つまり政策集団によっちゃそれがなんていうか政治的な圧力団体になってですねでも政策をこうねじ曲げるっていうそういう集団になる可能性もある。それから私の経験で言えば、自民党の中で一番すごい政策集団は青蘭会なんていうのがあってですね、欠板まで押して集まって、それでもう何が何でも俺たちの主張はこうだって、でこういうこれはもう明らかに政策集団ですよ。だけどこの政策集団にこっちは応戦するのにですねもう命がけとは言わないけども、もう朝うちを出るときはブルブルっと蒸しはぶるいぐらいして出ていったもんですよ。そしてもう1週間でも10日でも大激論ですから、だけどその両方の政策集団は金目なんてことは全くないですよ。それによって利権をどうするとか金を集めるとか金をとか言ってせびるとかあるいは誰かが金もらうというようなことではない。もう明らかに自分たちの主張はもうこれもうこれやらなきゃ国が間違えるとどうしたってこれだって押し合ってたわけですから、そういう政策集団もある。かと思えばですねなんか品よくホテルで食事なんかやってるけどもえらい政策的圧力団体になってですね大きな企業団体背中に背負ってこう税調へ行って圧力かけてみたりですねまあ財務省へ行って圧力かけてみたりするような政策集団もあるわけですから、どの政策集団といってもいいのも悪いのもあるように思うんですね。だからあんまり大雑把にこれならいいけどこれならダメってはちょっと言えないんじゃないですかね。そうすると一律で派閥、いわゆる派閥解消、政策集団への転換っていうのが今回の中間取りまとめの一つのお題目というか旗印になってますけど、どのぐらい分かってっていうか、どのくらいのことを考えて言っておられるのか、僕らにはちょっと分かりません。それは例えばその過去においても解消して、河野さんの時もそうですよね、解消して事務所閉鎖したけれども、はい、また、選挙だったり総裁選だったり、だんだんいろんなことがあるうちにまた戻ってくる、その後ゲアした時、2009年の時にも1回派閥解消という話になったんだけど、その後また戻ってくる。そういう意味でいうと、こう派閥解消っていうのは自民党のその世論に対する一つのその、なんていうの、上等手段というかね、アリバイ作りというかね。あ、そこまでおっしゃっていただいてありがとうございます。御厨さん、どうですか。そういうふうに見た方がいいんですか。もう歴史的に言うと、その通りなんですよ。はい、だって、そうじゃなかったら、毎回さ、その派閥がまたいつの間にか、蘇ってるってことはないでしょう。でね、事務所まで閉鎖しちゃうんですよ。それをね、またこっそりと開けたわけですよ。ね、またやりますからみたいなね。だからね、それで、要するに。世論の方も一回転して、でなんとなくもう前のことは忘れて、で反省してるかどうかわかんないけど、それで始めると。で始めてみれば、やっぱり派閥っていうのにやっぱりずっと鳴らされてきた議員たちは、やっぱりそれ居心地がいいから、どっかにいてっていうのはね、非常に大事なわけです。情報が入ってくるし、それからまあ人事の時には多少自分の親分が押してくれるかもしれないし、でましてはお金入ってくるってことになればね、これはもうそのままでそのいいんですけれども、ただなんていうのかな、昔、それこそ昭和の頃はね、大体派閥のボスっていうのはその次の総裁を狙う人がみんなボスになってるんですね。ところが今はそうじゃないでしょ。派閥のボスを辞めても派閥でままにいたり、そうでない人がなっていたりというね。だから派閥自体がね、実はね、その誰をそのシャッポに掲げるかという点では多様化してるわけ。だからこの多様化しちゃうと余計解散しにくいでしょ。どっかに入ってるのはみんな普通になっちゃうから。ですから移動もしないと。昔の派閥は結構移動ありました。それから一つの派閥に2人がいるとかね、2人までいわゆるあれは隠れ何派だとか言われてる人もいたというぐらい、それがいいか悪いか別にしてですよ。だから派閥がね、こんなにだからその本当に色分けされて、でやっぱりその派閥によって動いてるんだというふうにね、なってきたのはやっぱりこの30年なんですよ。そう考えるとですよ、その解消してもどうせできちゃう、これはもう自民党に限らずどこの人間集団必ず群れができると、派閥ができるという前提にもし立った場合には、どうせ戻っちゃうんだから、また復活しちゃうんだから解消しても意味がないという論に立つのか、一回ガッチャンやればシャッフルされて、それまでのさまざまなついた手垢や何やら弊害みたいなものを一回削り取られるから、新しい派閥というものができるまでの間、できるまでのプロセスというものをみんなで一回共有できる部分っていうのが新しい政治文化に向けてプラスじゃないかっていう、こうどうせ戻るんだけど一回こうリセットした方がいいよねっていう、この理屈はありですかなしですか。僕はね、ありだと思います。で現実に今、いろんな派閥が解散をした、解散した派閥はいいんですけど、しないところでどんどん抜けてるでしょ、若い人とは。ね、であれは次の行動へのやっぱりさ、動き方なんですよ。茂木さんは今日派閥解消を表明しました。まあそうです。だってそうしないとだってどんどん抜けちゃう。麻生さんもその一般論としての派閥の解消にも言及してる。もうだから、とことん我々は最後まで残るという派閥が今なくなってきてるんですけれども、これはさっきのそれで初めてこれまでのその派閥のこういうヒエラルキーが崩れていくとしたら、これは意味があるんです。つまり若い人がそこでやっぱりこの指止まれで次ね、新しくやっていくっていうふうなねことになれば、つまり今までのコロナ禍でいて、それでその党長老と言いながら派閥長老だった人たちはもう消えていくという世の中になって、でガラッと変わっていくと。でその時の要するにその新しい力学をね、作っていくあれになるならば、今回の派閥解消論というのはいい方向に向くと思います。河野さんいかがですか、今の御厨さんのお話。賛成ですね。あ、そうですか。じゃあ一回解消して新しいルールのもとに新しい派閥群ができることについては。それはね、だからね、その岸田さん、総裁の決心というか、決断というか、彼が本気でここで全部さら地にして新しいものを建てるんだという、本当に決断してそれに徹してやるかどうかですよ。それは中途半端に格好だけでいいよって言ってたらそんなにはならない。だけど本当にここで全部更地にして新しい党を作るんだという決断、決心を彼がすればね、それはみんな本気だなと、大丈夫だなと思えば僕はやるんじゃないかと思いますよ。そうするとその派閥に関して今問題になっているのは、要するにお金と人事を今までのいわゆる派閥から取り去ろう、取り上げようという話、これは可能ですか？それは簡単なことなんで、簡単だから派閥のお金は政治資金団体でをやめなさいと言って、これをやめさせれば派閥の金の問題はある程度片がつくんですよ。これやらずに金を動かしようがないわけです。それはダメです。できません。人の人事の問題は、これはもう総裁の決心で、俺はそれは取らないと言えばそれで終わりですよ。それやる気になれば、じゃあこれは十分できる。それは総裁がやる気ならできますよ。結果的に派閥がなくなることによって党内民主主義がダメージを受けるという昔の話でも、今でもそれをおっしゃる方いらっしゃいます。そこの心配は河野さんはあります。あるけど、だからそこは総裁が本当に決心をしてその立て直しの責任を負うということをやらなきゃダメです。ここからは自民党政治今後の行方について伺います。自民党の中に新しい動きが出てきています。福田達夫元総務会長、反省の上に新しいガバナンスの形を作っていくことが大事だとこのように発言されているんですが、御厨さん、この若手議員から新しいガバナンスを作っていくんだって動きが出てきました。福田さんもね、よく言われたなと思うんですよ。だって彼は黙って待ってれば、もう安倍派をそのままね引き継ぐクラウンプリンスだったで、それはわざわざね。これを言うってことはさ、いやそういうような形でその、今までのようにその、待ってればっていう感じじゃないよってことを彼は初めに示したわけでしょ。でこれ大事なんで、つまり彼は新しいことをやろうとしてるわけだから、それは今の派閥、つまり今の安倍派を出ることかもしれないし、あるいは何人かを連れてくることであるかもしれないし、いずれにせよね、今までのその派閥の構造からなんかね変えようと思ってることは事実ですよね。だからそれがうまくいくんだったら、で彼がそれでうまくいくっていうふうに他でもそう考える人が出るとね、若い人の中からもう出て、もういっぺんこの今のある派閥がある構造を変えてみようと、俺が新しい派閥を作ってみようというね、そういう動きになった時に初めて自民党は自民党らしくね、動き始めるんですよ。もう僕が一番好きな自民党はそうやってうごめいている自民党ですもん。なんかね官僚制と同じようになってね、それでなんか事務局長になったとかね、なんとか言ってる、そういうねではね、これもうだって動きようがないですもん。前の人のした通りやったらそれで失点ねがなければそれでいい。政治家は失点があってこその政治家ですから、大いに失点をやってそれでね派閥を大きくしていけばいいわけです。派閥をだから派閥はね、そういう点で言えばね必要悪ではあるわけです。ね、お金の問題はなんかそういうところで良くないことやってるけど、でもねそれをうまく生かしていく必要悪、これね実は30年前の時はねそういうことを言ったね人たち結構いるんですよ。必要悪だと、だから悪なんだけどでもこれは必要なんだよって言った。今回必要悪って言ってる人は一人もいませんからね、やっぱり変わったんですよ派閥の見方が。なるほどね。河野さんね、一方でもこの今の御厨さんのお話、福田さんのお話なんかもこう踏まえると、当選回数が少ない議員からしてみれば今そういうチャンスかもしれないと思う人もいるかもしれないけど、当選5回6回7回とかっていうと、閣僚経験初めてやりましたないしはあと2回当選すれば党4役が回ってくるかもしれないという、いわばどこか当選4回とか5回あたりにその確実にそこに線があって、それより上の皆さんはもう派閥政治にぐっぽりこれまで来た以上派閥に人生もお金もかけてきたわけですから、これでここの今の状態が崩壊したら自分のこれからの政治人生どうなんだ。いきなり福田さんがなんか派閥の領袖になってね総裁選でパンと勝っちゃった人と俺は一体どうなるんだって普通思いますよね。その党内におけるその当選回数が多い人の主給的な感覚と、その当選回数が低い人たちまだ派閥にこの人生もお金も全部つぎ込んでいない人たちのこの感覚のギャップ、これ自民党にとってプラスですか、それとも派閥が自民党が大きく動揺するエネルギーになるのか。やっぱりそういういろんな考えの人がいた方がいいですよね、いた方がいいですよ。だけどね、もうそんなこと考えてるより自民党が政権党として生き続けるかどうかっていう心配もしなきゃいけないんじゃないかと思いますね。もう今まではね、もう自民党ってのは本当に長期安定政権で、はい、その中でどう生きるか、その中でどうやるかによって総理大臣に なれたりということがあったんですよ。はいはい、だけど今はね、もう そんなことだけじゃとても先行き見えませんよ。もっとやっぱり全体を見て考えないとね、ダメだし、それからさっきも御厨さんとちょっと控え室でお話ししたんですけど、もうね、何回も言いますけど、30年前に細川さんとやったこの時から30年経つんだけど、この30年間日本は一貫して右肩下がり。おっしゃるとおり、ずっと国力は下がり続けてきて、国際的に見ても評価はどーっと下がり続けてますよ。この30年間の下がりっぱなしをね、どう見るかです。私はその30年間のうち20年ぐらい関わったからね、相当私は責任を感じてますよ。やっぱりどっかでこうどっかで持ちこたえる、何かをきっかけにこのV字とは言わないまでも U 字回復していく何か手がかり、手段というものがあったんじゃないかと、そういうものをね、僕ら見逃してきたんじゃないかと。それはね、やっぱり僕は小選挙区制というものがね、選挙制度というものに一つの原因があるんじゃないかというふうにね、心の中ではね、思ってるんです。それがね、僕の気持ちの中からね、取れないんですよ。あの時はでも選挙制度とお金の問題とか派閥の問題とかガバナンスの問題をね、両輪のうち片方の輪が外れちゃって、片方だけで回ってる。それは片方だけで前へ進むわけないですよね。で、それも悪いし、それからその片方の輪自体の形も良くないんじゃないかと。はあ、並立性自体も問題だし、政治と金の問題に手をつけなかったことも問題だっていう。金の問題に手をつけなかったことも大問題だけど、仮にこれにつけていればまだよかったんだけど、これがないとこっちの欠点というものはものすごく出てきてる。それでも一度に今岸田さんにそれ両方やれっていうのは無理ですよ。できませんよ。何から手をつけたらいいんですか。だからそこですよ。やっぱりまず、いや、それは何より先に政治が信頼を取り戻さなきゃ何もできませんから、まず政治が信頼を取り戻すことですね。そしてそれによってこの車の両輪の片っぽをとにかく直して、そして小選挙区制、私はもう小選挙区制が失敗だったと僕は思ってるんですけど、しかしそれにしてもそういう制度があるんだから、ある以上はこれを修正するなり手直しをして、小選挙区制の悪いところを直していく、そういうことをやっぱりやらなきゃダメですよ。それは単純小選挙区制なんですか、それとも比例をくっつけてるところが問題なのか、ないしは中選挙区に戻せばいいのかって。いやいや、まあ中選挙区に戻すのも一つの方法だと思います。つまり昔のようになれと言ってるんじゃないですよ。ただその一人選ぶんじゃなくて複数選ぶように、つまり有権者が選択肢を持つということを考える。例えばね、まあ大変申し訳ないけど、小渕恵三さん、まあ私同い年で、まあ先輩だけど年は一緒だったんですけど、小渕恵三って人があの選挙区、中曽根康弘、福田赳夫という2人総理大臣がいる選挙区で、まあ2人からやられて、もう谷間の白百合と称して一生懸命、まあとにかく法定得票数入りの票を取って当選して、あそこで彼はどれだけ磨かれたかと、はい、そして結局総理大臣になりましたよ。僕はね、小渕恵ちゃんがね、もう小選挙区で一人で出てたらね、ああなったかどうかわからんと僕は思ってますよ。なるほど。やっぱり切磋琢磨っていうか、磨かれて、競争して、そして這い上がる。それで政治家ってそれは必要じゃないか。党内の切磋琢磨がいいんですか、与野党の切磋琢磨じゃん。いろんな切磋琢磨あっていいと思いますよ。だけど与野党も当然あっていい、で有権者だってこの若者にするかこのベテランにするか、有権者が決めたらいいですよ。今は女性を選ぼうか男性を選ぼうか有権者が決めたらいいですよ。それを今は一人区にしちゃったから、男しか出てねえんじゃねえかと、うちの選挙区は。女性選びたいけど女性出てないよって言われたらそれで終わりなんだから、だからやっぱり有権者の選択肢というものがあった方が良かったんじゃないかなっていうふうに僕は思うし、一人区になっちゃった以上は、はい、予備選挙をちゃんとやって、予備選挙で各党が各区ごとに予備選挙をちゃんとやって、女性の候補が勝てば女性が候補者になってくるという仕組みを作る。だからそれは小選挙区制が悪いけども、小選挙区制の中でもそれを直してうまく使うっていう努力ってものがあっていいけれども、今そういうものは何もない。ここがやっぱり私はね、とっても残念だし、それがないことがもうね、ああやっぱり失敗だった、ダメだったっていうね、そういう気持ちなんです。だから僕はもうね、こういう政治番組はね、はい、出たくないんですよ。いや御厨さん、今の河野さんの話、どう感じになりますか。はい、まずとにかく政権交代ができるような体制にしなくちゃいけない。はいね、そのためには二大政党制にしなくちゃいけない。 そのためには小選挙区制にしなくちゃいけない、はい、このね3セットがね、独自に走り始めたわけ、でそれで我々政治学者もそれに乗っかって、今では反省してますけども、御厨さんも反省なんですか。だってそりゃそうだよ、だってあの時に一人区でいけばと思ったもんで、理想的なね、はい、この交代が起きると、はい、でね、その姿を見たいと思った人は結構いるもんだから、そっちへ話が行ったの、でね、お金の問題はだからもうそこで一応片付いたねって話になって、みんな忘れて、こっちへこっちへって言ったわけですよ。しかも、それを全部そのリードしていったのがあの時はある意味で小沢さんだったから、小沢さんはこっちの問題よりもむしろこっちをやりたかったから、だから小沢さんのシフト、小沢シフトに全員が乗っかったことによってこっちは忘れ去られていったっていうね、そういう僕は歴史があると思うんですよね。ここで今、自民党がなすべきことについてご提言をいただきます。では河野さんお願いします。はい、3度目の正直と書きました。89年、94年、今回と、まあ3度目です。今度こそやってもらいたいと思います。やれというのと、ちょっとクエスチョンマークもちょっとちっちゃく書きましたけど。はい。はい。御厨さんお願いします。はい、私は自民党に対して。本気度を示せと、だからどこまで本気なのかと、やっぱりあんまり考えないで、まあまあこの嵐が去ればそれでいいというふうに思っていては、今、河野さんも言われましたけど、本当に2度あることは3度あるで終わってしまうので、そうでないようにしてほしいという意味を込めて、本気度を示せと申し上げたいと思います。はい、ありがとうございました。